吉田さんならお分かりだと思いますそしてこの動画をご覧の中ご覧の皆さんの中にも分かってらっしゃる方がいると思いますけども私のね私の歩みですいませんけども2013年以前私が即価塾を始める前っていうのは本当にねマージャン屋以外には何も運営母体を持っていませんでした単なる赤字マージャン店出勤すればするほど赤字がかさむというねそんなお店を経営していた。 ああよくある中小企業の親父だったわけなんですけども即下塾を始めてからというもの何が起きたかっていうととりあえずねまず第一に、えー、3000万円をを超える借金がものすごいいスピードで減っていきましたた始めた瞬間からああそしてですね私のもとにたくさんのご相談が寄せられと同時に相談に対する回答も蓄積されていきました多くの人のネット上の悩み人生の悩み恋愛の悩み人間関係の悩み集客の悩み店舗運営の悩みこれを一つ一つ逃げることなく うーまあ、解決したかどうか分かりませんけども回答をお伝えしつつ今日までに至るんですよねそうしていくと何が起こるかというとまずはですね借金はどんどん減りましたあそして今まで諦めていたあの結婚生活っていうものがね開けてきましたで住まいっていうのがどんどん変わってきましたあ本当に家賃も払えなかった3万5,000円のところからあー、まあ、10万を超えるねセミナールーム付きの大きな広島ヒルズというところに変わることができました 場所もものすすごくくかりやすくていいところでしたね、えー、で、えー、それから数年たって私はまあ結婚をするわけなんですけどもその後、えー、借金もなくなりましたしね、えー、この一戸建てを一括購入することになって、えー、それからですね日本全国を行くようになって放送の中で視聴者さんも増えてチャンネル登録者数の方も暗号通貨の追い風の中で増えてで FX という技術も身について 投資の案件は全て利回りを叩き出すようになって、うん、どん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 変わってきました2013年はセルフバックしかできなかった私ですよでその後セルフバックセミナーをやってアフィリエイトをマスターしてメルマガを始めて SNS を強化して YouTube をどん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 量産するようになって本当に一個,一個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 フォーカスしてきて今7年目になる即果塾っていうのはついにですね、えー、海外に もう行こうかなと。もう行ってるわけですけども、海外にどんどん行くと、今月も行きますしね。で、海外に会社を作ろう、家を作ろうっていうところが、もうね、目前に迫ってます。私は、ね、この5年以内といいますか、速下塾始まって、今7年目になるんですけども、速下塾始まって、10年、10周年を迎える前に、インドネシアのバリ島に自分の家をね、 立ててそこで事業活動して向こうで経済活動する基盤を作ってってところまで来ましたあーあのマーャン店の本当親父ですからね当時その3,500万ほどの多分2,800万とは思ってたんですけどもいろいろ考えてみると3,500万ぐらいになってたと思いますこういうふうな3,500万の借金って通常は一生かけて返す住宅ローンぐらいは、えー、ぐらいしか思いつかないと思うんですよでもそれをまたそこまでね3年ぐらいで返済してで逆に次の3年っていうのは一戸建てを一発で買ってとかね で、えー、最近はそのトランザム、うん、83年型ナイト2000仕様っていうものもフルコンプリートで、えー、購入することができてねでしかもこの車っていうのはベルファイヤーを買った直後になんですよベルファイヤーの購入をした同じ月にこっちの方も契約してだから2台同時に買ってるわけですよねで駐車場も増やしましたんで、えー、結構住環境ってのが広がってきたかなと思いますでここで何が言いたいかっていうと初めの一歩っていうのは本当にちに小さいことなんですよ本当にちに小さいですよ セルフバックで2万6000円叩き出したとこれはね多分誰でも経験したことだと思いますセルフバックを知ってる人やったことがある人だったら2万とか3万っていうのはもうこれは売り上げ作ったはずなんですよじゃあその後の第2歩が大きく違うんですよね第2歩どうでしたか私の場合はセルフバック2日目っていうのは5万2千円の売り上げにチャレンジしてそうなりましたで3日目っていうのはすでに8万になったわけですよ累計でいくらですかって話ですよねこの3日間だけで この2本目3本目だけでも大きく違うんですけども3本目の8万円の売り上げを出した瞬間に私は速化塾を7月20日からスタートするというふうに宣言してそ,ちそこに向かってですね塾生産を集めるようになったわけなんですよ、うん、でその小さな最初の1ヶ月で叩き出した現金が80万35日で80万の生銭です現金ですね現金を手にしてそれで のお金を払って <laughs> で赤字だったあそっか字そっかじゃないオープンリーチのお金を払ってで,でも全然赤字は夜景清水だったんでねすごくありましたけどもでも思ったんですよあこのセルフバックをず,ずっと続けて新しい方新しい方にお伝えしていけば資金的な問題は解除できるなってことが一つもう一つねセルフバックというものをお伝えすることによって 一人で稼ぐインターネットってどういうことなのかっていうふうな疑問とか悩みっていうのを解決することができるんですよ。そうすると解決したわけですから信頼関係がついてじゃあ自己アフィリエイトを元にしてアフィリエイトに進んでいきましょうとアフィリエイトするんだったらブログとかあツイッターとか必要ですからそっちも一緒に勉強していきましょうという形で講義がねすぐ増えていったわけなんですよ。 で、ずーっと講義があ増えていく中でメールマガジンっていうのをね学びたい方にメールマガジンの講座を用意したりとかでそのうち熟成さんにも結果を出す人が現れたんでその熟成さんとジョインとしてさらにね、えー、大きな金額の商品を売ったりとか大きな悩みに対して解決方法を提示したりとかね本当に毎日一歩一歩でした毎日一歩一歩ですよこの7年間が一歩一歩です7年間ってのはあだいたい3000日ぐらいに当たるんですかね365日かける7ですからうーん 7、3、21、3000日もいかないかでも2000日以上はありますよねで、千里の道も一歩からって言います私は千で、千日が一単位だと思いますんでだいた3年が一単位かなと思います本当にね、綺麗にですね私は 2, 2つ目の2単位っていうのをこなしてきたかなとで、その過程でネットワークビジネスもマスターして 利益ししか出なないネ、ね、ネットワークビジネスを私1人1つ手にしてるわけなんですよでこの形ってのも私から始まる視聴者さんをはじめとする即課塾の育成さん950名以上1,000名に近い方にね1,000名に近い方に同じ結果をずっともたらし続けているということでネットワークビジネスっていうのは大抵途中でポシャるんですけども私の選んだネットワークビジネスは未だに続いていて未だに毎月毎月利益を皆さんの口座に振り込んでい、えー、くという形でしてね。 私も本当に自分の選んだ選択肢がたまたま振り返ってみるといいものばかりだったかなと本当にありがたいことだなと思います一つでも大きなね失敗をしていたら多分これ全部崩壊だったと思いますけどもそういう意味ではね選ばなかったことに対する私のね選ばなかったその選択肢の選択肢のまあ良さっていうかね 勇気がなかったその勇気のなさも褒めてあげたいなというというころでございます、えー、ついてきてくださった方本当にね何がしかの豊かさを手にしたと思います金銭的なのか人間的なのかあ内面の精神的なのかかなり豊かになったと思いますその中でも一番はやっぱり速果塾ですからお金があの問題解決できたよっていう声を聞くのが一番嬉しいかなと思いますね、えー、いろいろとね思い出話を語ってしまいましたけども記念すべき7月20日今日お迎えするお客様は、えー、塾生さんでいらっしゃってお母さんに えー、まずは速下塾に入っていただいてお母さんが娘さんに紹介して娘さんも入ってくださったという、ね、形で今度ねインドネシアバリ島にも一緒に行くんですけどね要するにバリ島にににに行行くっっててここととは資金的に回復して余裕がででできたたんんその道に行けるよようななす私もマージャン店の親父として海外に行くなんて自分がね思わなかったですし自分の海外に行く姿を見て一緒に行きたいって思っていただく人が何十人も出てくるなんてねそれこそ想像できなかったんですけどもその上でですね その海外のツアーをご案内してくださる会社の方とも信頼が強くなって今度はもうちょっと上のねあの、まあ、国の重要な方と組んで何かプロジェクトをしましょうってところまで来ているんでね非常にありがたい機会だなと思いますけども私はこういうふうに一歩一歩ネット上で知り合ったきっかけなのかもしれませんけどもでもやっぱりリアルにね えー、会って話すてと繰り返してそういう一歩一歩を繰り返してきたことがあの他のネットビジネスをされている方ともしかしたら違うところかもしれませんあのー、私はね動画放送をしてそれで終わりっていう関係ではなくて私の視聴者さんには一人でも多く会いに行くってことを自分の足を向けて自分の費用で自分の労力でやっていこうかと思うのはこれからも変わりませんそういうふうなね、えー、一歩一歩歩んでいきたいと思います、えー、このの動画をご覧のあなたにも 会える日が来ると思いますし何度も会ってるよって方まだまださらにね私はつきまといますからね <laughs> よろしくお願いしますそれではね7月20日の記念放送を吉田さんへの返信動画と変えさせていただきましたそれでは失礼します